ロバート・ゴードン・ボビー・オアは、カナダ・オンタリオ州、パリー・サウンド生まれのプロアイスホッケー選手である。ポジションはディフェンスでありながら、得点力にも引いてており、2度のポイント王に、輝いている。多くのファンから、史上屈指の好選手と認められている。オーダー・オブ・カナダを受賞している。オンタリオ州、パリー・サウンドで生まれた、ボビー・オアは、幼い時から、アイスホッケーに対する才能を発揮した。 14歳で州のジュニア A リーグウォルのオシオワジュネラルズに所属し、19から20歳前後の選手と共にプレーした。18歳で NHL の指示により、ボストンブルーインズに入団する。プロ入り初年度にカルダー記念賞を獲得し、1970年5月10日に、ホッケー史上最もアクロバティックなと形容されるゴールを決めて万年再開チームであった。 ブルーインズを29年目にして初のスタンレーカップ進出に導きチームの黄金時代を築いた。ディフェンスであったボビー・オアはアイスホッケーの競技スタイルに革命をもたらしたとも評価され攻撃的な役割を果たすディフェンス選手という新たなスタイルを創造した。オアのスピード、とりわけその顕著な加速力とプレーの芸術性でディフェンス選手としておよそありと あらゆる記録を受立し、ファンを熱狂させた。膝の怪我により、若くして引退を余儀なくされたが、その現役時代は NHL を支配したとも形容されることがある。最優秀ディフェンス選手に贈られる、ジェームズ・ノリス記念賞の受賞回数8回は NHL 史上最多である。オアは、ディフェンス選手としてはただ一人のリーグ得点王、アート、 ロス記念賞を2度にわたって獲得している。また、アシスト数においてもリーグ最多を5度記録している。特に1970から1971シーズンに記録したシーズン139ポイントは NHL ディフェンス選手の記録として誰にも破られていない。リーグ最優秀選手に与えられるハート記念賞は3年連続、ジェームス・のリス記念賞は8年連続で獲得している。 1970年には、スポーツイラストレーテッドの年間最優秀、スポーツマン賞を受賞している。1976年には、数度にわたる、膝の手術を受けプレー中の激痛と戦いながら、国際試合のカナダカップの最優秀選手賞を獲得している。1975から1976シーズンを終え、お後の契約期間満了を迎えた、ブルーインズは、 オアに対しチームのオーナーシップの18%を与えるといった魅力的な内容のオファーを行った。しかし、オアの代理人、アラン・イーグルソン。アラン・イーグルソンはこの条件をオアに、開示せず、シカゴ・ブラックホークスとの契約を進めたと伝えられる。このため、オアは、ブラックホークスと契約し、2シーズン後膝の問題により引退する。1970年代後半に、新聞、 ボストングローブがミーが行ったニューイングランダーの投票で、オアは、テッド・ウィリアムス、ビル・ラッセル、カールやストレムスキー、ボブ・クージーといった選手を押しのけて、ボストン史上最高のアスリートに選出されている。引退直後の1979年、3年の待機期間を待たずして特例により史上最年少の31歳で、ホッケーの殿堂入りした。また、カナダ、 S-Walk of Fame にもその名を留めている。オアの栄誉を称えるため故郷のパリーサウンドに建てられた記念館はボビー・オアの殿堂と呼ばれる。1979年にはカナダ最高の勲章オーダーオブカナダを受賞している。ありがとうございます。